気持ちいいぐらいの強さ。っていうのか分かんない。なになに、さっきよりマシになったかもって思ったけど痛かったです。あ、やっぱり。あ、その辺はこの辺がね、硬すぎてね、あの冷凍庫の中のお肉みたいな感じでまだガチガチに固まってるからね、ちょっとしたらね、痛さが出てくる。まだ痛くないな。痛くないの、そんだけ悪いからだよ。なんか咳とか出そうだったらコンコンと出しといてね。悪いのが溜まりすぎるとね、咳ってコンコンと出ていきます。そうそうそう。僕それ邪気って言います。ね、こんな感じでね、背中がね、今だいぶ右がすっきりしてきてるでしょ。はい。疲労感もあるけどね。で、この反対側触っていくよ。
こっからここまでが硬いっていうのが分かってきたよね。はい。で、足も痛かったっていうのが分かったよね。足はすごく痛かった。足はすごく痛かったね。と背中すごい柔らかいの分かる？はい、はい、よいしょ、よいしょ、あ、こっちも柔らかくなってます。ではね、1回でできるのこれが限界なので、はい、上向き、上向き、仰向けになってください。上向きで休みましょう。上向き、はい、このね、顔映ってないから安心してね。それどころじゃないよね。あと足ここ。仕事柄的に多分右手しか使わないでしょ。まあ右手がほぼ使えだよね。右利きなんで。そうだね。内容は知らないけど多分右手しか使ってないと思う。痛い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 。はい。その手はね気持ちいいんですよ。あね。右の方が痛いけど痛いな。痛いな、痛いな。痛いな。あ、外はさすがに痛くない。痛くないよね。